檜山です。よろしくお願いします。函館の青を自分の目で見たくってここまで来たんだ。人生に必要なのはどこへ行くかじゃない、誰といるかです。時間を共有するんです、被写体と。自分の居場所ないね。ないよ。函館は時間の流れ方が違う。動き出すまで待てばいいんじゃないですか。でも、でも自分が待ったところで世の中待ってくんない。新鮮な証ですね。おお、分かってるね。ゆっくり立ち止まったり考えたりする時間をね、あなたが提供するの。